はい、どうもコミです。さて本日はですね、検証動画、やっていきたいと思います。で、どんな検証かというと、こちらですね、ヒーラーです。まあ、ヒーラーってね、今皆さん多分使ってない人私いないんじゃないかなって思うぐらい、いろんな戦術に組み込まれてますよね。まあ、例えば、アーチャークイーンにヒーラーをつけたクイヒー。で、グランドウォーデンにつけた、オデヒー。で、今度はロイヤルチャンピオンにつけた、ロイヒー。ないしはね、イエティとか、まあそういう陸ユニットにつけた、イエヒーとかね、ペッカのペカヒー。まあまあ言ったらキリがない。で、このヒーラーなんですけども、今回ね、アップデートがされたことによって、まあ今回ってか、まあ、結構前ですけどね、ちょっと前、年末かな。ここのね、回復量のところ、ユニットの回復量と、あとヒーローの回復量ってこう、二つ、項目が分かりましたよね。で、今回で言えば、このヒーローの回復量は、56という数字が出てきていて、非常に分かりやすいですよね。ヒーラー1体で、ヒーローを、毎秒56、回復してくれるんだと思うじゃないですか。でも、実は違うんですね。これって、しっかりね、ヒーラーをつけても、毎秒56回復しないというね、本日はこの闇を暴いていきたいと思います。で、本日のね、動画、このヒーラーの回復量56っていうね、この数字がものすごい、重要なので、これまずここで覚えておいていただきたいと思います。で、その上で、検証動画、早速ね、入っていきたいというふうに思います。で、見ていきたいのは、まあ、こんな風なね、配置をちょっと準備をしました。大砲です。大砲レベル、これが14ですね。攻撃力が、毎秒110なので、ヒーラーの回復量が56ですから、ちょうどね、大砲1個とヒーラー2体で、回復とダメージが、まあ、釣り合う格好になりますよね。まあ、そういうことで、ここだったらヒーラー4体で、まあ、釣り合うダメージになってます。で、今度、このクロスボウは、125。まあ、これが2本あるので、まあ、250ですね。まあ、ヒーラー5体と釣り合う。で、こっちは今度大砲が3つあるので、まあ、600の、ヒーラー6体か。と、まあ、ざっくりですけどね。まあ、釣り合うぐらいのダメージ量になっているということなんですけども、さあ、本当にね、今言ったような数で釣り合うのか、早速見ていきましょう。まずはですね、オデヒエの格好で、見ていきたいというふうに思うんですけども、グランドウォーデン、出す前にヒーラーまずはね、ここに2体出しておきましょうかね。で、これでグランドウォーデンのオデヒエを、まあ、こんな形でちょっと、やっていきたいと思います。で、オデヒエの格好、大砲1個に対して、グランドウォーデンの体力っていうのは、見てください。まあ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 、減ってませんよね。ほぼほぼ。でもちょっとずつ減ってくる。まあこれは減ってないと言ってもいいんじゃないかっていうぐらいのまあ量です。まあ、こんな感じですね。大砲1個に打たれた場合は、ヒーラーの回復と、ダメージがほぼほぼ、まあ、こう、釣り合う。まあ、ことが見てわかると思います。ではね、今度、大砲2個を相手にした場合、どうなのかってところを見ていきたいというふうに思います。はい、では見ていきましょう。大砲2個なんで、まあ、ヒーラー4体ですね。1、2、3、4と出して、グランドウォーデンを出していきます。さあ、これで、ダメージと回復が釣り合えば、まあいいんですけども、ちょっとこれ見ていてください。どうですかね？ダメージギリギリ受けてる方が多い気がしません？さっきよりも圧倒的に体力減ってますよね。で、グランドウォーデンの体力が減ってるってことは、ヒーラー4体で必ず大砲2個よりも回復するはずが、回復できてないっていうことなんですよね。ダメージ220に対して、回復が、まだ、ざっくり、56×、4なので、4、6、20、まあ、224ぐらい。まあ、だから回復が若干多いんですけども、全然足りてない。この事実ですよね。まずちょっと、これ見ていきたいというふうに思うんですけども、じゃあね、次、ヒーラー何体つけたら、この体力の回復が持つのか、そこにちょっとね、迫っていきたいと思います。さあ、では見ていきましょう。ヒーラー5体ですね。まずは1、2、3、4、5とヒーラーを5体つけてからグランドウォーデン登場です。さあ、これで、攻撃220に対してヒーラーの回復が今280まで上がってるというところですね。これどうですかね？見ていくと、まあ、グランドウォーデン、ダメージ受ければ当然体力減るんですが、最終的にはヒーラーが満タンまで戻してますよね。まあ、つまり、ヒーラー5体つければ、まあ、少なくとも、
220のダメージには対応できると、まあ、いうことがこれから分かりますね。ではもう少しねダメージを上げた場合見ていきたいと思います。次行ってみましょう。さあではねもう少しダメージを上げて、クロスボウ2機に対してヒーラー5体やってみたいと思います。ダメージ量は、理論上250で、回復量理論上280というところになるんですけども、 1,2,3,4,5 と付けた場合にさあどうだ。これ250のダメージに対して若干ですけども、これグランドオーデン体力減っててますよね。つまりどういうことかっていうと、まあ、さっき220のダメージに対してまあヒーラー5体で回復が追いついたものの250には追いつけない、まあ、つまりだいたい230からまあ40ぐらいの秒間回復量をまあヒーラー5体でやっと付与することができると、まあ、いうことですね。これまあだから理論値からするとまあだいたい50ぐらい回復量がまあ秒間起こっちゃってるというふうに言っていいですよね。いやまあこれなかなかね5体ヒーラー使う方多いと思うんで、結構ね衝撃的なあの映像になってんじゃないかなというふうに思うんですけどね。じゃあこの250のダメージこれをですね回復するには、まあ、ヒーラーが、何体必要なのか、もうちょっとね、数を増やして、やっていきたいと思います。では、次行ってみましょう。はい、では、ヒーラーを今度6体にね、増やしてみようと思います。まあ、理論上は336回復する計算ですね。回復の方が、かなり多くなります。出してから、1,2,3,4,5,6 と、6体つけてきました。さあ、ダメージ250に対して、理論上336なんで、86ですね。回復が多い計算なんですが、これどうだ？微妙。かなり微妙ですね。まあ、ほぼほぼ釣り合ってると言っていいんじゃないでしょうかね。まあ、つまり、336回復する、まあ、理論上6体のヒーラーで、実際の回復は、まあ、250ぐらいしかないってことですね。これヒーラー1体分の回復がなくなっちゃってるって考えたら結構大きいですよね。さあそうなったらちょっと次まあ見ていきたいのは、これねヒーラーを思いっきり増やした場合ってじゃあどこまでマックス回復するのっていうところを見ていきましょうかね。まあヒーラーをね普通の攻めにおいて8体も9体もつけることはないと思うんですよね。まあ6体つけるのがまあせいぜい上限かと思いますんで、まあ、今度はね回復値の最大量を見ていきたいというふうに思います。次行ってみましょう。はい、では行きます。これですね、大砲3個なんで、まあ、330の、まあ、ダメージということですね。これに対してヒーラーを 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個つけてみます。さあどうでしょう。これでいくと330のダメージに対してヒーラーの回復量はまあ、ざっくり560あるはずなんですけど、これ全くダメですね。ガンガン体力削られちゃってます。もうつまりヒーラー10体つけても、まあ、330のダメージすら回復できないっていうことなんですよね。まあ、これが分かっただけでも、まあ、少なくともヒーラーの、をヒーローにつけた場合の、まあ、そのサチレートっていうのかな、最大回復量っていうのは、少なくとも、330には達しないということですね。まあ、これがここから分かったと思います。じゃあちょっとね、さっきの、まあ、250のダメージを受けた、クロスボウ2機に対してヒーラー10体。このパターンね、ちょっとやってみたいと思います。はい、ではこちらですね。ダメージ250のクロスボウ2機に、まあ、さっきね、ヒーラー6体でやってみて、だいたい回復量がまあ260ぐらいかななんて話を、したところだったと思うんですけども、さあ、次これ10体にしたらどうかというと、こちらですね。さあ、10体全部つけていくと、まあ、これはそうですね。クロスボウの攻撃に対して、回復がギリギリ、いや、もっと、てるかなっていう感じ。体力満タンまではいかないけども減りもしない。まあ、ちょっと回復のが多いか。だからまあ大体そうですね、ヒーラー10体つけても回復量って所詮まあ、理論上ね560なんですけど、これ260かそれぐらいしか回復してないということなんですね。まあ、つまりここから何が言えるかというと、ヒーラーをいくらつけても毎秒、まあ、260ないしは70ぐらいのダメージを受けちゃうと、じわりじわりと体力が減っていってしまいますよ、ということなんですね。
いや、これほぼ半分の回復量になってますよね。まあ、ちょっとね、私これ最初した時にもう衝撃的だったんですけど、まあここまででね、一旦レイジがかかってない場合の、まあ、ヒーラーの回復量見ていきました。ではね、これにレイジをかけたらどうなるのか、ちょっとねこれを最後見て、この動画を終わりにしたいと思いますんで、もうちょっとねお付き合いいただければというふうに思いますと思ったんですが、やっぱり皆さんね、やっぱ一番気になるのはクイヒーですよね。これね、オデヒーとなんか傾向変わんのっていうところやっぱ気になると思ったんで、ちょっとねそれを先やってからレイジ行ってみたいと思いますね。ではクイヒーにヒーラー10体入ってみましょう。さあ、ヒーラーがついてダメージ330に回復理論上560なんですが、やっぱり減りますね。ガンガン体力が削られていきます。まあ、ヒーラーのね、あと、アーチャークイーンの方が根気力があるんで、どんどんね、大砲を壊していくんで、まあ、こういう風に、どんどんね、回復の方が追いつくような格好が、まあ、終盤出来上がってたんですけども、まあ、要は傾向としては変わんないですね。やっぱりヒーラーが、アーチャークイーンを回復する量っていうのも、まあ、グランドウォーデン同様、10体つけたところで、た330のダメージに、回復が追いつかないという状態になってます。まあ、つまりどんなヒーローでも多分これは言えると思いますね。まあ、ロレチャンピオンは使ってませんけど、今回。そういったヒーローでも、今回のね、グランドオーデンと同じ傾向が出ると、まあ言ってもいいんじゃないかと思います。というところでね、まあちょっと一個スッキリさせたところで、今度こそね、レイジバージョン行ってみたいと思います。では、行ってらっしゃい。はい、では、レイジの効果見ていきたいと思います。さっきはね、この330ダメージ与えてくる大砲3体に対して、まあ、ヒーラー10体でもね回復が追いつかなかったんですけども、今回レイジをねこう使うことによって、さっき言った、まあ、ヒーラーの回復上限270っていう、まあ、その大体ざっくりした値を、まあ、レイジ使えばね、完全にこう超えることができるということですね。まあ、グランドウォーデン体力減ってないのがわかると思います。ただ、まあ、当然、レイジが切れれば、まあ、あっという間にね、ウォーデンの体力、ゴリゴリね、こう削られていってしまうということで、じゃあ次はですね、まあ、このレイジの効果って、まあ、どういうね、計算式で乗っかんのというところを見ていきたいと思います。今ね、私が使ってるレイジって、レベルがまあ6ですので、まあ、最大レベルですね、倍率的には180、上がりますよと、まあ、攻撃力がダメージがインクリースしますというね、表示になってるんですけども、まあ、これってじゃあどういう計算式になってるのかというところをね、ちょっと見ていきたいというふうに思います。はい、では見ていきましょう。まあ、結論から言うとですね、これ多分ヒーラー3体でいけちゃうんですね。で、レイジをかけてからのグランドボデン。まあ、これで、330の秒間ダメージに対して、まあ、大体どうですかね、ヒーラーの回復が持ってるというふうに、まあ、言ってもいいと思いますね。これですね、2体にするとダメージどんどん受けていくような格好になってしまいます。で、3体だと持つ。で、つまりですね、どういうことかっていうと、今ね、この左上に、表示されているようなダメージの計算式に、まあ、ダメージっていうか、まあ、回復の計算式になるわけですね。なので、レイジの効果っていうのは、理論上の回復量っていうのを、しっかりとね、上げて底上げしてくれる。まあ、そんな効果がね、あるというのが、まあ、この検証からわかるとも思います。まあ、理論値を今回、ま、130ぐらいかなって置いたのは、まあ、2体と4体のま、ヒーラーつけた場合の、まあ、傾向からして、ま、だいたいこれぐらいだろうなというね、まあ、イメージで、勝手につけましたが、まあ、そんなに外れてはないだろうと思います。というところでですね、まあ、今回、ヒーローに対する、まあ、ヒーラーのね、回復量検証、見ていきました。結構ね、私もこう自分でやってみて、新しく気づいたことなんかがいっぱいね、あったりしますので、まあ、今回の検証っていうのがね、ヒーラーをもう使う方ほとんどだと思いますので、皆さんのね、クラクラやっていく上での、まあ、参考になったら、まあ、本当幸いかなというふうに思っております。よろしければですね、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。またね、エアスイーパーの、まあ、ヒーラーの回復量減少量とか、まあ、その辺もちょっと、見ていきたいな、っていうふうに思ってますんで、今後もね、動画楽しみにしていてもらえたら嬉しいです。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。